4月28日付の男子世界ランキングが発表された。一応共済大会、イスプスハンダ欧州、日本どっちが勝つかトーナメント。で欧州ツアー初優勝を果たした桂川有人が、255人抜きとなる179位にジャンプアップした。今大会で3位タイに入った木下良介は484位から362位に浮上。 7位タイで終えた河村正宏と杉浦雄太は、それぞれ308位、276位、352位、294位に順位を上げた。一本勢最上位の松山秀樹は15位をキープ。一本勢2番手からは中島啓太、75位、久常涼、88位、星野陸也、89位、金谷匠、海、104位、 と続いている。米国男子ツアーのペア戦、チューリッヒクラシック・オブ・ニュー・オリンズは、世界ランキングの対象外だった。優勝のローリー・マキロイ、北アイルランド、とシェーン・ローリー、アイルランド、だが、マキロイは2位キープ。ローリーは1ランクダウンの40位となった。世界1位はスコッティ・シェフラー、米国、がキープ。 3位からはウィンダム・クラーク、米国、ザンダー・シャウフェレ、米国、ジョン・ラーム、スペイン、と続いている。